現書の扉、アイルランドの貧民の子供たちが両親を及び国の負担となることを防ぎ、国家社会の有益なる存在からしめるための恩恵なる提案は、アイルランド出身のイギリスの聖職者、詩人、作家ジョナサンス・スウィーフトが1729年に発表した当時のアイルランドの球場に関する風刺文書である。しばしば恩恵なる提案と略称される。題名の 恩恵なるは実は反語表現であり、その内容はスウィフトの風刺文書の中でも最も強烈な傑作と評価されている。夏目漱石が本論文を一読して、これを真面目とすれば純然たる狂人であると評したというエピソードもある。スウィフトは膨大な数の貧民が数多くの子供を抱えて植えるアイルランドの窮状を見かねて彼らに 経済的な救済をもたらすと同時に人口抑制にも役立つ解決策を提案した。その提案とは、貧民の赤子を1歳になるまで養育し、アイルランドの富裕層に微妙な食料として提供することである。見積もりによれば、生まれたばかりの赤子は母乳と残飯によって十分に育てることができ、1歳まで養育する経費は、せいぜい2シリング程度とみられる。 また健康な幼児の肉は極めて微味とされていることから、貴族富豪の美食の宴席に供することもできる。この方策によって貧民は所得を得ることができ、子供がまびかれるので養育費の重い負担もなくなる。食われる等の赤子も、脱たや口減らしのための英治殺害の犠牲とならずに、住み、またどの道障害全体にわたり、貧困や飢餓によって不幸な人生を送るのであるから、 たとえ食われるためであっても一切まで十分な養育を受けるので幸福であろう。国や教区にとっては、貧民対策の負担という損失がなくなり、国家の財産が増大する。そして堕退を禁じているため多三種のカトリック教徒の数を減らすこともでき、八方めでたしである。スウィフトは、食肉として販売すべき子供のおよその人数や、 食肉に適した年齢になるまでの養育費、販売価格、食肉の消費パターン予測なども具体的な数値を交えて詳細に見積もり、予測される様々な利点や社会的効果を列挙した上で、さらに料理の簡単なレシピや主体の比較の利用法についても言及している。その予測される波及効果は経済面のみならず倫理面にも及んでいる。例えば、 両親が赤子を市場に出せる食料にするために養うことは夫が妊娠した妻の身を大切にするようになり、また母親は商品価値のある子供を大切に可愛がることにもつながるので家族愛を寛容するであろうとしている。そして最後にスウィフトは自分のバッシュはすでに9歳で妻はこれ以上子供を産めない年齢に達し、自分の子を売って 利益を上げようという私欲に基づく提案では決してないことを断っている。このようなグロデスクな論理をスウィフトはあくまでも冷徹かつ算術的に提案している風な体裁をとっている。その真意は、鬼面人を驚かす、類の反社会的ジョークとしてではない。それほどに、当時のアイルランドの球場は救いがたい域にまで達しているということの反語的な嘆き。 あるいは救済の手を差し伸べられない当局への痛烈な皮肉によるものと解されよう。ちなみにスウィフトは真面目な提案としてはアイルランドの民衆にイギリス製品の不買運動をして現状に抗議するように呼びかけている。ありがとうございます。